はい、じゃあ続きをやっていきましょう。前回は e スポーツ部の調査をしたんですが、今回はちょっと別の部活をね、やろうと思ってるんだけど、残り、スケーボーとロボットがあるんだけど、まずロボットからにしようかなと思ってます。天沢ちゃんに話を聞いたらいいかな。うん、ミスケに顔を出すか。最近なんか毎日のように、ミスケの部室通ってるよね。まあね、一応、外部指導員だからね。入る。お、糸倉ちゃんもいる。へえ、しかも働いてる。糸倉も来てたのが、どうだ、ミスケには慣れたか。飽きた。早えよ。もう飽きた。え、どういうことだよ。飽きた。早くないか。だって、もう部室の本全部読んじゃったから、やることないんだもん。いや、あれ。もう？これさ、こんな分厚い本全部読んじゃったの？これ、広辞苑並みだよ、これ。彼女、本読むのが早いんです、すごく。あのさ、いつもあの青い剣置いてあるんだけどさ、すげえ気になるんだよね。前も言ってたけど。なんだそれ。青バラの剣か。糸倉にそんな特技が。あのさ、天沢先輩。ミステリーがないと、ミスケの活動、何もできないんだけど。学校来る意味なくない？いやいや、勉強しろ。まあでもね、そもそもね、この子は、学校授業をしないでね、部活を通うのがメインだからね、今のところは。もともと不登校だった子だからね。しょうがないっちゃしょうがないけど、いや。天沢ちゃんのせいではないでしょ。また本買ってこないと。優しいな。今月の部費カツカツなんだけどな。これ本って天沢ちゃんが買うの？天沢。いやー、優しい先輩だわ、天沢ちゃん。何やら相談があるみたいだが、またプロフェッサー関連？ええ、今回も飛行に関する調査の相談でして、八神さんには、ロボット部への潜入をお願いしたいのです。ロボット部か、詳細を聞いてみるか。星稜高校ロボット部ね。星稜にロボット部があるんだな。ええ。数年前にロボット好きな生徒たちが趣味で立ち上げた部活のようです。数年前ね。最近では、ロボットコンテストなどにも出場しているようでして、それって、ロボット使ってサッカーとか玉入れとかして競い合うやつだよな。はい。そうですよね。毎年さまざまな団体がオリジナルルールで開催しているようです。星稜のロボ部が毎年出場しているのは RE ロボコンテストという企業主催の大会です。 RE ロボコンテストね。高専や大学のロボ部や社会人グループの参加もある大規模なもので、高額の賞金も出るんですよ。そんな大会に普通高校のロボ部が出場するのか、なんだか苦戦しそうだけど。実際毎年苦戦してるようです。そうなんだ、やっぱり。予選敗退ばっかりだと聞きました。普通高校のロボ部だと予算も限られてますし、技術や知識面でも大学生や高専の学生に比べるとどうしても不利ですからね。ですが、ただそんな弱小だったロボ部も一人の転校生が部長に就任したことで大きく躍進することになりました。へえ、誰なんだ。沖手川ドームという2年生です。沖手川ドーム。なんかこの学校の生徒って変わった名前多いよね。ドームってなんだ。はい、じゃあドームについて聞くわ。え、これつくもくんの兄弟じゃないよね。これ高校生時代のつくもくん似てない？まあ、高校生時代のつくもくんは知らないんだけど。そっくりだよな。こんな偶然あるか。沖手川軍は2学期になってから県外の高校から転校してきた子です。前の高校でもロボ部に所属しており、転校前のロボットコンテストでは優秀な成績を収めたらしいです。へえ。そんな彼が入ってきた頃で、予選敗退ばっかりだったロボ部は大きく変わりました。沖手川軍は大人も顔負けのマネジメント能力とプロデュース能力を持っており、弱小だったロボ部に革新を起こしたのです。なんだって。革新？商店街を口説き落として、スポンサーにし、部費では賄えないような予算を引っ張ってきたり、部内ではバッチリスケジュールを引いて
開発の合理化や効率化を一気に進めたそうです。すごい人じゃん。いやもうつくもくんじゃん高校生でそこまで？それは確かにすごいな。はい、じゃあプロフェッサーとどう関係してるんだ？ところで、うん、そうね、そのロボット部とプロフェッサーがどう関係してるんだ？八神さん、最近異人町でロボットによるひったくり事件が多発してるのをご存知ですか？聞いたことないね。異人町歩いてると突然ロボットが走ってきて高級のバッグなどをかすめたり逃げていくそうなんです。そうなんだ。いや、俺は聞いたことないが、ロボットにそんなことが。ええ、そのロボットには機械式のアームがついてて、バッグなどをがっちり掴んで逃げていくらしいんです。すげえじゃん。しかも大変素早く、小回りも聞いて人が通れない狭い隙間などを、縦横無尽に逃げていくとか。やば、人間のひったくりよりよっぽど厄介そうだな。盗まれるのは大金の入ってそうな高級バッグばっかり、中には100万円を超えるバッグもあるそうです。すでに被害額は数百万。やばくね？すげえ盗んでんじゃん。で、そのひったくりロボット事件の犯人が清涼ロボ部にいるってのが根拠はあるんだよな。実は、お、なんだこれ。実は私、ひったくりロボットの逃走ルートでこのボルトを拾ったんです。これ、お、なんだ、桜の絵か。これ清涼高校ロボ部が使ってたボルトなんですよね。なんだって？じゃあこれはもう怪しいね。このボルト確かに清涼ロボ部が使っていたものなのか？はい、はい、間違いありません。もともとは異人町の町工場が特注した製品なんですが、発注した工場が倒産して引き取り手がいなくなったそうで、それを清涼ロボ部が安く大量に買い取ったようです。なるほど、なるほど、だからロボ部が疑われてるってわけか。それと盗品が半グレの資金源になってるという噂もあるみたいなんです。半グレ、じゃあれかな、なんだっけ、京浜同盟だっけ、まあ、この横浜だったら。まあ盗品は通常のルートじゃ売りさばきにくいだろうからな。ええ、そして飛行しのぎに利用する半グレといえばプロフェッサーや、うん、新京浜同盟が思い浮かびます。真の名探偵ならば真の名探偵ならばっつったな今ミスケンとしては無視するわけにはいきませんよね。お、証拠を入手。天沢、要件は分かったよ。とりあえずロボ部に近づいてみるが、口実が必要だな。お願いします。外部指導員ということでお願いします。理事長に許可をいただいてますので。もうすごいな相変わらず手際はいいことで、にしても理事長もよく許可してくれたな本当にね。実はロボ部は顧問の先生と大変仲が悪く、周り立って面倒見てくれる方を探していたそうなんです。そうなんだ。その対立の原因まではわからないのですが、なるほど、だったらすんなり受け入れてもらいやすいかも。ですが、ただですね、顧問との不仲のせいでロボ部の生徒、大人全般に不信感を抱いているらしいんです。察するに。ですので、もしかしたら八神さんにも拒否反応を示すかもしれません。そうか、信頼を得るのにちょっと手こずるかもな。天沢、早速部室に向かおうと思うが、ロボ部の部室はどこ？東と4階の端っこの方にあります。よし、早速顔を出してみるかこれでいろんなところに外部指導員兼任してるけど、いいのかそれ学校的にもターボ的にも今ね、ロボット部に顔を出すと、4階、東との4階か。あ、これか。e スポーツの教室と、これ近いね。そうなんだ。これさ、ここ通ったら、イベント発生すんのかな階段から行った方がいいかな。この辺ね、ストーリーのマークついてるから、次行ったら多分イベント発生しそうなんだよね。ちょっと今はロボット部やりたいので、階段で行きます。よし、階段で来ました。
この辺だよね。こっちか。お邪魔しまーす。うわ、なんか雰囲気が。お、何やってんの？ここがロボ部か。へえ。お、出た。どうも。もう月くんじゃ。今日から外部指導員することになった矢神だけど、部長はいる？音声付きなんだこれ。不機嫌そうな生徒。私が部長の沖手川ドームです。お。理事長から話は聞いています。もう聞いてる。そっか。それじゃあ話が早い。これからよろしくな。ポーズ。なんなんだなんだ。冷たいね。早速スルーか。矢神さんでしたっけ。うん。一つお聞きしたいことが。なんだ。ロボットに関しての知識は。知識？いや、特にないけど。ドローンは飛ばしてるけど。またこれだよ。え？ん？何？矢神さん、理事長に頼まれたのでしょうが、我々としては外部指導員など必要としていません。ほう。え、我々は我々だけでうまくやっていますので。まあ部活に来ていただかなくて結構です。そうかもしれないけど、門前払いってか困ったなこれ。あ、沖手川くんだっけ。一応俺も仕事で来てるから必要ないって言われても困っちゃうんだよね、うん、邪魔はしないからさ、時々見に来てもいい。さすがに顔出さないでいると理事長に叱られるだろう。そうね。まあ邪魔をしないの。あ、いいんだ、わかった。それじゃあ改めてよろしく。よろしくな。なんだなんだ。おい、歓迎しろよ。やっぱ歓迎してくれる雰囲気じゃなさそうだな。とりあえず挨拶がて部員たちに話しかけてみるか。部員結構いるね。同時にピッて出てきた。どうも。矢神だ。今日は外部指導員をすることになった矢神だ。よろしくな。ちじゃねえよ、さっきから。なんだよ、不機嫌そうな生徒。どんだけ不機嫌なんだよ。もしかよ。君、名前は？高森しおん。お、一応名前教えてくれるんだ。高森しおん。しおん。男なのにしおんっていう名前なんだね。工作担当。ん？工作というと、設計図をもとにロボットを組み立てるんだよ。へえ。組み立てよ。面白そうだな。今作ってるのはどんなロボット？あの、俺、忙しいんだけど。怒られた。あ、悪い。邪魔したな。作業に戻りますんで、いちいちちっち言わなくていいでしょ。いやー、ちょっと苦労しそうだね。うん。あれ、この子なんかこっち見てたの。こんにちは。どうも、はじめまして。あ。おとなしそうな生徒。顔白。こんにちは。お、挨拶してくれる。矢神だ。俺は矢神って言うんだ。ミスケンでも指導員やっててね。君の名前は？車崎哲郎です。車崎哲郎です。2年生です。この子いい子っぽいね。君は何を作ってるの？設計図です。僕設計担当だから。へえ、そうなんだ。今書いてるのはロボットコンテスト用のもの？はいはい。ほ、すごいねこれ。君が書いたんだ。はい。なんだろうな、ちょっとあんまり、シャイかな。シャイな子なのかな。また同じこと言ってる。うん、この子でもね、俺は気に入ったけど。ちょ待ってよ、なんだこれ。何置いてあるんだよ。スタミナ X、 しかも大量に。俺にくれよ。今こういうのすげえ欲しいんだよね。こんなの必要？いっぱい。コーヒーも飲んでるけど。へえ、自由だな。高校生か？あとこの子か。こんにちは。気の弱そうな生徒。うん。おかしいな。なんで動かないんだろう。こんにちは。あ。矢神だ。俺は矢神ってんだ。よろしく。君は？その、桜？一年の。さくら伝統です。おう、さくら伝統、すげえ名前だな。また言うけど。この高校の生徒たちの名前
ロボットのプログラムを担当してます。ところで、なんか困ってたみたいだけど。はい。はい。ロボットのプログラムが動かなくて。はあ。はあ、どうしよう。また部長に怒られちゃうよ。かなり困ってるみたいだね。実は僕、プログラムはまだ始めたばっかで、でも教えてくれる先輩もいないんです。そっか、なんとか力になってあげたいけど、プログラムは門外漢だからな。じゃあ一通り部員たちと話をかけたんで、あとは部長か。なあ、君は何をしてるかな？アジャイル開発を進める上でのマイルストーンと作業フローの設計です。マイルストーン？ん？アジア、なんだってアジャイル開発です。ソフトウェア開発の現場などで近年取り入れられてる最先端の開発手法ですよ。おお。はあ、まあ、誤解を恐れずに言えば、ぶっつけ本番で完成形のモデルを作るのではなく、試作とテスト、改良を繰り返し理想形を目指すやり方です。従来のウォーターフォールモデルに比べると短いスパンで開発サイクルを組むことができるのです。へえ、なんか難しそうだね。俺全然わかんないね。まあそうですね。この開発モデルのオペレーションは高校生にも難しいと思います。君も高校生だろうが非常に高度なマネジメント能力が要求されますので。ただ今回の大会では試合相手に応じた柔軟な仕様変更が求められるため、あえてこのモデルを採用しています。実は今日もこの後試作機による練習試合があるんです。へえ。そこでの結果を受けて今後の設計方針を検討するつもりです。なんだかとっつきにくそうに見えたけど、意外と乗ってくるな確かにねいいですか八神さん、先ほど約束してくれましたよね。邪魔はしないと。ああ。あれだけ得意げに話しといて、そりゃないよ。まあ一通り話をかけたね。みんななんとなく距離を感じるな。ダンス部とはノリが違う。まあ、全然違うね。本当にね。まあ男子と女子という差もあるかもしれないけど、でもあれだね。e スポーツ部ともまた雰囲気が違うね。同じ男子でもね。時間だな。時間？お、なんだ、試合か？お、お、なんかあんの？試合の時間です。練習試合です。おお、さっき言ってたやつね。練習試合でデータを取って改良を重ねていくんだったね。ええ。そのポーズはよせ。なあ。中二病に見えるか。俺も見学に行っていい？ええ。ええ。邪魔をしないならば。いいんだ。もちろん。見学するだけだからさ。ちなんだよ、いちいちちっちって。そんなに不満か？なんか嫌われてる？お、体育館じゃん。でも邪魔すんなって言われてるけど、これ実際操作しなきゃいけないんじゃないの？ミニゲーム的なやつ。お、なんだこれ。RE ロボットコンテスト、RE ロボコンテストね。の試合はこの専用フィールドを使って行われるんです。へぇ。へぇ。本格的だな。お、これは、他の学校の人か？お、三谷西高っていうんかな。松永です。今日はよろしくお願いします。もう、星稜の沖手川です。よろしくお願いします。なんだ、電話来た。マジかよ。え、マジで？何？高森。どうした？おいおい。水崎が部活に来られなくなったって。何だと？どういうことだ？陸上部の練習で突き指したらしい。まずいな。くっ。だから大会前にロボ部に専念してほしいとあれほど言ったのに。なあ。どうしたんだ？実は。水崎は陸上部の男でして、ロボット操縦するオペレーターをゲストとして頼んでいたんです。うわぁ、出た。これはターボが操作することになるね。その子が突き指しちゃって操縦できないってわけか。他の部員は操縦できないの？うん、いや、それはできる？え、僕無理無理、僕下手くそですから。あんたは？まあシャイだからね。僕もどんくさいから。ロボットはいわゆるラジコン操作ゆえ癖がありまして、経験のある部外の水崎に頼んでいたのです。
はあ、そうだったのか。これロボットでさ、ドローンの操作とはまた違うのかな。仕方ねえな、俺がやろうが。おい、何ちょっと調子乗ってんだ。いや、高森はないな。はあ、なんでだよ、うん、それだ。お前はすぐにカットなる。試合で感情的になられたら困る。偉そうに。偉そうになんねえよ。ラジコン操作か。だったら俺がやろうか、オペレーター。何？え、八神さんが。実は俺、あ、ドローンか。やっぱり仕事でドローン扱うことが多くてね、ラジコン操作には慣れてるんだ。ドローンをどのぐらい経験が。かれこれ5年ぐらい使ってる。かなり繊細な操作もできるつもりだ。おいおい、いや無理でしょう、何言ってんだか。どうよ。お願いします。お願いします。お、わかりました。八神さん、オペレーターをお願いします。はあ、はあ、おきてがわ、てめえ。いやいやいや、最適解だ。どうしたあの人。最適解、これが今取りうる最善策。くそが。いや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 、この人はちょっといちいちね。いやいやいや、なんでそうなんだよ、部外者だぜ。だったら俺が消去法だ。消去法だ。おい。つまり戦略会ってことだね。おい、いや、この人先生ですよね。あ、先生は参加しちゃいけないってことが。いいですか。あ、RE ロボコンテストは社会人の参加も認められている。何ら問題はないはずです。そりゃそうかもしれませんけど。沖手川、操作方法を教えてくれる。ええ、もちろんです。よっしゃ、松永さん、5分ほど時間をもらいましょう。え、いいけどさ。出た。青と赤の2チームに分かれ、互いに3台のロボットを用いて対戦する。3台も同時に操作するの？陣取りバトルアクションゲームです。複数のパネルで構成されたバトルフィールドに出現するブロックを獲得&配置していき、自チームの陣地を拡大していきます。以下いずれかの条件を満たすと勝利となります。ゲーム終了時の陣地、獲得パネル数が相手より上回っている。敵チームの拠点を自チームの陣地にする。はいはい。おー、拠点はゲーム開始時の初期位置、ロボット撃破時の復帰地点です。ロボット撃破。ダメージを負い撃破されたロボットは自チームの拠点に強制で戻され、一定時間ゲームに復帰できません。では八神さん、私からロボットの操作方法を説明しましょう。はい。あ、よろしく頼むよ。ロボットの操作といっても、昨今の、技術の発展によりスマホを使って全ての機能をコントロールすることができます。へえ、じゃあ本当にドローンと仕組みは似てるんだな。それならなんとかなりそうだ。本当か。試合では八神さんが操作するリーダー機の他に AI 制御の2台を加えた3台でチームを構成するのですが、時間は限られているのでリーダー機だけを使ってロボットの基本操作を覚えていただきます。なるほど、了解。では早速ロボットの移動操作についてレクチャーしましょう。ロボットをマーカーが表示されている位置まで移動させましょう。はい。あ、こうか。あ、なるほどね。マスでこう、ちょっと待って。まっすぐ移動。はい。で、では続いて、ブロックの獲得と配置についてレクチャーします。相手より多くの陣地、パネルを獲得したチームが勝利。となるルールですから、最も重要なテクニックだと言えます。ブロックはバトルフィールド上の決まった位置に出現します。まずはロボットをブロックの位置まで移動させてください。あっち？ロボットブロックが出現した位置まで移動させましょう。これか。はい。これでブロックを獲得できました。なお、味方キーもブロックを獲得することができますが、獲得したブロックはリーダーキーに自動で受け渡されます。これはブロックを配置できるのが、リーダーキーのみというルールのためです。ではブロックを配置してみましょう。ブロックは自チームの拠点か自チームの陣地に隣接している場所に配置する必要があります。言葉で説明しても伝わりづらいかもしれません。実際にやってみましょう。
マーカーの位置までロボットを移動させ、ガイドに合わせたブロックを配置しましょう。ああ、わかった。こんな感じか？うん。お見事です。ああ、なるほどね。配置するには丸ボタンを押さなきゃいけないんだね。なお、ブロックは、自チームの陣地に重ねて配置することができないので、ブロック配置するときは、なるべく隙間が生まれないよう意識してください。どんどん詰めていくってことか。次に、敵の陣地の奪い方をレクチャーします。ブロックを置く場所が自チームの拠点か、自チームの陣地に隣接していれば、敵の陣地上にブロックを配置することで、相手の陣地を奪うことができます。実際の試合では、陣地の奪い合いがメインとなりますから、勝負を、決めるテクニックと言っても過言ではありません。こちらも実践してみましょう。ガイドに合わせてブロックを配置し、敵の陣地を奪いましょう。これか？おう。ここでいいのかな？とりあえずね。続いてロボットの攻撃とダメージについてレクチャーします。このゲームにおける攻防は、陣地の奪い合いだけではありません。ロボットに装備した武器で敵を攻撃することができます。八神さんが操作しているロボットにはドリルが装備されています。ドリル目の前にいる敵に、体当たりするように攻撃してみてください。お R1 で攻撃こうか。おお、なるほどね。撃破された、ロボットは強制で拠点まで戻されます。そして一定時間ゲームに復帰できないペナルティが課されます。おお。試合が終了するまで決して気を抜かず、できる限りリーダーキーが撃破されないよう注意してください。わかった。まあ一通りは説明は聞いたけど、あとは実際に試合出て覚えるしかないよね。よし、基本操作は大丈夫そうだ。これはいけるかもしれない。マジだろなあ、そろそろいい？お、何切れてんだ。ちょっと、ああ、ええ、お待たせしました。八神さん。八神さん、だからそのポーズやめて。中二あなたの実力見せてもらいますよ。おう、任せておけ。お、これは3対3か。八神機、ヤガミキってなんだよ。面白い。これちょっとサムネ決定かもしれないね。まずは、なんだ、あそこにブロックがあるわ。あ、でも取られちゃうな。よいしょ。じゃあもう攻撃するしかないね。あ、相手も設置してる。ちょっと待って。設置してる。これ今設置できないのか。とにかくブロックを取る。あれ、バツなってるけど、ここか？あ、なるほどね。こうやって。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、そうそうそう。取って。ここで設置する。これ最初の戦いだから簡単そうだけどね。で、ここでどんどん。詰めて設置した方がいいって言ってるけど。ちょっと待って。こうか？いや、スティックの操作、ちょっと攻撃するわ。よっしゃ、取れた。取れたので、ここで設置する。で、あいつあれを取ろうとしてるけど、取っちゃう。取っちゃって、ここで設置する。お、お前やってんな。お、相手の陣地に入ったら、なんか、動きが遅くなるね。うわ、あいつはやるね。ちょっと待ってよ。取られちゃいそうだ。あ、取られちゃった。破壊する。我が物にできないなら、破壊すると。で、設置はここでできないのか。あ、ここでできる。よっしゃ、設置して。まずいな。ちょっと、自分たちの木が邪魔だね。ちょっと邪魔だな。あ、やばい。これやばいかも。あ、押されてる。
攻撃するより、うわやばいな。なかなかの腕だ。やばい、攻撃、あ、え、うちらの3機って他に何やってんの？よし。なんか全然働いてないんだけど。いいね。で、これを取って、設置する。で、これも取って、やばいな、だんだんやばいな。これはどうだ？ん？よっしゃ、こんな感じで、あとちょっとだよね。よし。認めざるを得ない。うん。あ、相手も取ってる。取ってるけど、こっちも取って。設置して。で、あれを取って、あとちょっとで終わる。いいね。これ意外と難しいかもな。まあ、でも、あ、勝ったな。なんとか。うちらの勝利だ。いや、これ実際、うん、試合に出たら難しいな。ギリギリだし、ちょっと。あ、アイテム獲得できるんだ。これ、戦略作れるんじゃない？そういうの。ふぅ。いやー、やっぱり緊張したし、ちょっと最初はどこに置けばいいか。よっしゃ。く、嘘だろ？おい、勝っちまったのか？すごい。初めてなのに。これはだいぶ信頼得られるよね。どうだ、なかなかやるだろ、俺も。これは思った以上に、もしかしたら水崎以上かも。そんな、俺初心者なのに。なんか高評価。マジかよ。おい、おきて川、お前まさかこの人で大会に挑むつもりじゃねえだろうな。高森、それが現状取りうる唯一の手段だ。納得いかねえ。納得。こいついちいちどうした。水崎はどうなんだよ。消去法だ。降りてもらう。はあ、なんだと。やつはかねてからムラッケがあった。うん、安定しない。おい、いやだとしても順番ってもんがあるだろう。なんで今日入ってきたばっかりの部外者に最適指導員だからさ。最適せ。はあ、また出た。ああ、起きてがさすがにその水崎ってこう落として俺がやるのは、実は、いえ、実は彼もオペレーターは、え、いやいや、やっていたのです。陸上部に集中したいようでして。そうなの、ええ、はい、かねてからロボ部を抜けたがっていたのです。だから正直大会のオペレーターは任せたくなかった。なるほど、そうなのか。だったらまあいいのか。ということで八神さん、お願いします。今後ともよろしくお願いします。ああ、あの高森ってやつ黙らせた方がいいな。俺を認めねえぞ。いや別に部長でも何でもないでしょ。ひとまずロボ部に入り込むは成功だ。全員歓迎してくれてるって感じじゃないかな。なんとか部員たちの信頼を勝ち取って情報を引き出さないと。とその前に天様に結果を報告しておくか。ロボ部に受け入れてもらえるか心配してたみたいだし。集中力だね、これも。うん、じゃあとりあえず天沢ちゃんに。こいつまだ言ってる、まだ言ってる。まだ愚痴ってる。へえ、いやちょっと慣れてないとあれだね、操作が。多分くる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 めっちゃ回ってたと思うんだけど、僕の操作で。申し訳なかったけど。まあなんとか勝ったけど、これで、でも最初の試合だよね。今後の敵は強くなってくると思うんで、ちょっと練習しておく必要がありますね。じゃあ、まずこの件について天沢ちゃんに報告すると。成功したぞ。ん？なんだ？すごいね。曖昧の言葉で検索できるんだ。でしょ？もっとデータベースを充実させてさ、作家とかに売れないかな。ほ？なんだ？どうしたんだ？実は糸倉さんがミステリーのトリックを検索できる地点を作ったんです。ん？トリックの地点すごいな、パソコンで。まあね。そう、物質の本読み切っちゃって暇だったからね、読んだ本のトリックをまとめてみたんだ。でもただまとめても芸がないし、アプリにしてみた。おお、そんなことできるんだ。テキストベースの簡単な辞典だけど、すごいでしょこれ。密室とか心理トリックとか、いろんな基準トリックと作品を相当できるんです。へえ。
そんなことまで。はい。それに割と曖昧なワードでも検索できるんです。動物とか紐とか氷とか。ミステリーマニアならこれ お金払ってても欲しいかも。糸倉。糸倉、お前プログラムとかできるんだ。お、これロボ部に入れるんじゃないの？え、当然でしょ。授業で習うし、みんなできるよ。いや、だからってここまでできないよ。そうなんだ。糸倉にプログラムスキルがね。そういえばロボ部のさくらくんがプログラムで困ってたな。糸倉に教えてもらえないかな。なあ糸倉、ロボ部に興味ない？はあ、はあ、何それ。実はロボットのプログラムで困ってる子がいてさ、教えてくれる人がいると助かるんだ。お断り。興味ない。あ、取り付く島もないな。で、報告するということですね。うんうん、そうですか。警戒されてはいるものの、沖手川くんの信頼を得ることはできたみたいですね。どうだかな。沖手川からしたら都合のいい手駒が手に入ったぐらいの認識かもしれないが。沖手川くんならそうかも。ですが、でもこの調子で部員の信頼を得られれば、プロフェッサーの手がかりがをつかめるかもしれませんね。ねえ、天沢先輩、そのプロフェッサーってのだけど、ん？何？あのさ、そもそも捕まえる必要ってあるのかな？え？え？だってどうせ騙されるのは不良ばっかなんでしょ？だったら放っておけばいいんじゃない？バカな連中が消えれば少しは学校も過ごしやすくなるかもしれませんじゃん。ちょっと何このカメラの角度。糸倉さん、なんでそんなこと言うの？言っとくけど。天沢先輩、言っとくけど、私バカを救うための探偵ごっこになんて付き合うつもりないから。どちらかというと正義ぶった名探偵よりモリアーティとか怪人ん二重面相かな、悪役の方が好きだし。なあ、まあまあ、そこは考え方の違いってことで、糸倉も天沢が頑張ってることをこけにしない。はい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 、八神先生。それに前にも言ったと思うが、お前もミス系の一員なんだ。必要なら調査に協力してもらうぞ。そうだよ。ただで最新のミステリー読めると思わないね。そうだね、全部読んじゃったしね。今月の部費、あなたの読むミステリー代全部消えたんだよ。働かざる者、ミステリー読むべからずだよ。ちょっと、ミステリーを人質に取るなんて卑怯。さて、本人は気が向かないようだが、なんとかして糸倉はロボ部の調査に協力してもらいたいな。後でまた誘ってみるか。よし、まあ、とりあえず、ロボ部の調査というか潜入までは成功しましたね。ミニゲームやって。で、残りはそうですね、 e スポーツと同じで今引き続き調査進めるということで、多分ミニゲームをやっていくとイベントが発生するでしょうね。うん、まあ今回はこの辺で終わりにしようかな。どうなんだろう、だいぶ長くなってるかもしれませんけど。次はじゃあスケボーの潜入調査にしようかな。というわけで、また次回よろしくお願いします。